信じられない。この人数相手に勝つなんて。クソだ、生かしてたまるかよ。やばい、ババちゃん身代わりパターンだ。あ、け、拳銃持ってんの、なんで。死ね、サイジマ。無理です、やばい、サイジマさん。釘原か？誰が？あ？日村？刑務官の拳銃って旧式で使いにくいんだよな。日村！当たんないかと思って。お前！日村さん！捜査一課の刑事だったんだよ俺、うん、これで俺が月見野の武勇伝持ってたわけじゃないって信じてもらえます、冴島さん。半分は持ってたでしょ。あー、副署長なら大島のおやすさんが手当てしてます。ああ、どうにか一命は取り留められそうだって。ああ、よかったよかった。ほんまか。ほら、大島のおやすさん隠れて薬溜め込んで他の囚人に回してたりしてたでしょ。あれ昔の癖なんですって。なんか若い頃は医者もかじってたみたいですよ。え、すごっ。ほんと、いろいろ裏のある人ですよね、あの人も。はあ、よかった。早く行ってください。何分か前に俺が警察とレスキュー呼びましたから。刑務所に今行かないと捕まっちゃいますよ。お前らどうするんや。決まってるじゃないですか、ここでちゃんと刑期を終えるまで服役します。一緒に行かなくていいんですか。俺らがここにいないと何があったのか証言できる人もいないっしょ。それに今脱獄してもこの雪じゃ捕まる前に遭難でもして死ぬのは目に見えてるから。まあね。ババちゃんたちこそ気をつけて。ここから出られたとしても外の方がよっぽど危ないんだからね。オッケー。季節は2メートル近い人食いグマも出るって言うしさ。え？またそんな、こんな時まで話持って。だから本当なんだって。まあいいや、早く行って。でもクマは出そうだな、北海道。ええ、俺が出所したら飯でもおごってください。おい、任せとき。めっちゃうまいホルモン焼き。ホルモン焼きか。死ぬほど食わせたるわ。なんで？カルビとかならいいんですけど。そうよね。ほら、ホルモン限定ってなかなかだと思うけど。あー、これかスノーモービル。アクセル全開で突っ切りましょう。おお、ババちゃんなんかキャラ変わったか。さあ、やっぱり運転するんですか。さあ、運転方法を教えてください。タックルが何であるんですかね。アクセラレーター、ブレーキ、タックル。はい。はっ。とりあえずスピード出していいのかな？え、何これ？スピード出さない方がいいのか？へぇ。なんもいないけど、いいのか、これ。お？来たか。ん？何？あいつらから身ぐるみ剥がすか。栗原の野郎しくじりやがったな。あ、外にも。おい、行くぞお前ら。敵か。あいつらを逃がすんじゃねえぞ。身ぐるみもらうぜ。頼む。身ぐるみをくれ。後ろから来んのかよ。前から来ないとタックル。タックルできなくね。捕まっとけ、ママちゃん。行くぜ。わあ。これやっぱ倒さないといけない感じなのかな。ちょ、もうそんなこと言ってらんないけどね、割と。このなんか、このスノーモービルやるので結構精一杯なとこあるけど。わあ、おら、B、おお、みんな死んだ。これ、おら、行くぞ、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、おや。B、バツ、あ、B は A ボタンか。そうだよな、B は A ボタンだよな。
逆をしてたわさっきまで。はい、これね、はい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 。ちょっとなんでですか、今成功したのに。加速しろ。オッケー。さあ逃げられたのかな。オッケー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 。さあなんかタクシーで鍛えたような。なんとか難所は越えましたね。おお、ヒゲが雪に。寒いでしょ絶対その格好。あー、手が手が凍えてる。どうした、どうするぞ。指に力が。あ、え、ババッチャン、ババちゃん、ちょっと、あー、ババッチー待って、うおー、そのモービルも。さあ島くん寝るな、死ぬぞ。ここでクマが登場するとか。やばいぞこれ。早く死ぬぞこれ。ババちゃん居場所わかんねえな。ババー、方向全くわかんないじゃん。ババどこにおるんや。スノーモービルの後は、雪の後は、うん、クマだ。本当にクマだ。クマが温めてくれるとかそういう話じゃないのか。ああ、ああ、食いに来ますよねそりゃね。温めてくれませんよね。やべえ、あでかすぎ。サイジマがちっちゃく見えるぞ。なんや、日村の言うてたんよりでかいヤンキー。そうやな、2メートルなんてもんじゃねえ。逃げろ。え。ちょっと待って。巨大グマ。どういうこと。おらおいしょ。いや、ちょっと待ってください。どうすんのこれ。ホラと戦ったキルさんみたいなもんじゃんこれ。ちょっとどんな攻撃してくるのか痛いな。痛い。普通に爪引っかけか。これだけで死ぬんじゃないか普通に考えたら。掴めるのかな、掴めないね。そりゃそうよな。あー、ごめんなさい。ごめん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 って。あー。いや、明らかに死にましたよ今の。今だ死にました。おら、おいしょ。ヒートアクションとかできんのかな。うわー、やりやがるな。お、どうしたどうした。え、消えた。そんな俊敏な動きも。え、来た。はい、うわー、えぐいって。おお、本気出してきた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 。あー、やべ、ヒートアクションしてるけど。ういしょ、ほら、ヒートアクションいけるか。ヒートアクションさすがにできないか。何、いた、いた。クマちゃん、ほら、おいっしょ、ほや、いた、ほっ、ほい、あー。よいしょ。ああ。やばい。正気ですかこれ。逆に正気なんですか。
ほら。まさか今のが勝機になるのか。よし、これであったかい布が、毛皮が手に入るぞ。なんだ野生の勝負だ。勝った。この山の王になったぞ、西島は。ああ、倒れたら死ぬって。西島くん。いや、あかん。そう、あかんよ。俺をこないなとこで死ぬわけには。厳しいか。誰か来て、ババちゃん、ババちゃん、ババちゃん助けて。クマか？誰だ？ゴールデンカムイ？おじいちゃん？ありがてえ。クマ狩りの人かな？アイヌ民族。さあ、第3章。凍てつく方向。ここは？じいちゃんの家か。もう、なんかゴールデンカムイの世界なんだよな。アニメは見たんだよね、ゴールデンカムイ。そんな感じだもんね、もう。ババちゃんはいないのか。どうしてんだろう、ババちゃん。ババちゃん、やばいぞ。ババちゃん見なかったか？おじいちゃん。まず感謝言うべきか。ありがとう、じいちゃん。何も言わないの？西島くん。お、ありがとうございます。うまい。食のありがたみを知る。これもなんかゴールデンカムイであったな。あんたが助けてくれたんか。ひどい凍傷だ。まだ動かん方がいい。マジか。下手に動くと凍傷部位の組織を傷つけてしまう恐れがある。しばらく安静にしていることだ。ババはもう一人男がおらんかったか。いないか。ババちゃん探しに行かな。わからん男だな。死ぬぞ。仲間が死にかけてるっちゅうのに寝てられへん。おとなしくしていろというのがわからないのか。探してくれてんのか。雪山に行っても二重遭難するだけだ。面倒事は困る。そのババという男は私が探しに行く。じいちゃん。あんた今面倒事は困る言うてやないか。山にいるヒグマが人間の味を覚えてしまうと厄介なことになる。人の肉を求めて人里まで狩りに出てくる可能性もあるからな。そういうことか。おそらくあんたを襲ったのは
通常の倍ほどの大きさのクマだ。そうだろう。うん、通常サイズもよくわからんけど。クマやったが、ほんまにあのクマが人を食うんか。いや、うん、ま、昔そういう噂もあったということだ。うん、どちらにしてもあんたの仲間がクマの餌になる前に助け出さないと俺が迷惑する。そういうことだ。なんか昔クマと仲良かったみたいな、子供の頃は。そういうパターンかな。死ぬならせめてクマの餌にならないところで死んでくれ。そこに着替えを用意してある。お、古着で悪いが好きに使うといい。ありがたく。サイジマに合うかな、サイズ的に。まだ助けてもろた礼を言うとらんかったな。そうね、俺はサイジマや。あんたのおかげで死なずに済んだ。おきに。俺は奥寺だ。奥寺さん、じっとしてられん。とりあえず状況確認せな。アジトが使用可能になりました。セーブできますと。おいおい、お、ここ村なんだ。なるほど、こんな山深いところに集落が。それに夜が明けとる。俺が気失ってからもう 2,3 時間は経ったか。これ2日3日経ってたらもうババちゃんもう終わりやもんな。普通なんか 2,3 日寝てたんだよってなるけど。そうはならんもん。お？あ、おい、ちょっと。はい、はじめまして。あんただな、今朝この集落に担ぎ込まれたって人は。ちょっと聞きたいことがあるんだが。はい。あんたは西名という。西名さん、この集落で暮らしてるマタギの代表みたいなもんだ。マタギ？マタギって漁師っちゅうことか。あ、漁師なんだ。ああ、もう最近じゃマタギなんて言葉知らない者も多いだろうがな。ここは昭和の前からマタギを生業とし生活している連中の古い集落なんだ。それで俺に聞きたいことっちゅうのは。脱獄衆かって。 ああ、それなんだが、またあの新入りがやらかすんじゃないかと思ってな。新入り？奥寺さん。新入りって誰や。奥寺だよ、あんたを担ぎ込んできたあの。あの風格で新人なの？奥寺が新入り。ああ、あんたは知らんのかもしれないが、あの奥寺ってやつはこの集落に突然やってきた流れ者だ。知らんよね。10年前に遭難しているところをこの集落の漁師に助けられ、それ以来マタギの真似事をやってる。じゃああいつも脱獄兵の可能性があるな。迷惑してるんだ。奥寺藩はあまりこの集落でなんだ見えなかった。あんたは奥寺藩の何を気にしとるんや。いや、奥寺が今朝また山に入ったって言うんでな。もしかしたらあの化け物が出たんじゃないかと。お、あの巨大グマか。化け物？山おろし。山おろし。巨大な人食いクマだ。普通のクマの倍くらいの大きさがある。それでもしかして俺を襲ったあのクマのことか。何？あんたは山おろしに襲われたのか。帰り討ちにしました。あのクマが山おろしなんかどうかは分からんが、おそらくな。奥寺はそのこと知ってるのか。知ってたね。当然や。じゃあやっぱりそれで。こうしちゃいられない。急いで仲間に連絡しないと。え、そんな危ないの？急にどうしたんや一体。あんたも命が欲しいなら今すぐ家に戻って戸締まりすることだ。間違っても奥寺のことを追いかけたりするんじゃないぞ。いいな。お、あの様子やと過去にあの人恋グマをめぐって。早すぎる。なんか話聞きに行こう的な、そういう感じか。お話聞かせてくださいって。あ、あんたか。奥寺んとこの居候っていうのは。
昨夜山で遭難してたんや。そこを奥寺藩に助けてもらってな。ふん、そうか。そりゃあお気の毒に。お気の毒？一つ聞きたいんやが、奥寺藩はこの集落で疎まれとるんか？まあね、あの人のせいでこの集落もいろいろあったから。何があったんや？まあよそ者のあんたには関係ない話さ。とにかく悪いことは言わない。奥寺にはあまり深く関わらないことだな。あんまりよく思われてないし、話したくもないと。ほほ？お姉さん、おばさんか。あ、お姉さんって言った方がいいね。あんたが奥寺さんのとこの人？ああ。なんで山に入ったわけ？狩りをしに来たって感じでもなさそうだし。そもそも村であんたを見た人がいないのよね。それは、この町からやなくて、よその山から回ってきたんや。雪で道が塞がってるらしいから、当分はここに缶詰よ。テレビはないし、ラジオは電波外、新聞も来ないわ。退屈でしょうがないけど、じっとしててちょうだい。ああ、わかった。テレビも新聞もなしか。脱獄はニュースになっとるやろし、助かるわ。確かにね。この人。あんた、冴島さんだね。桜井、知らんな。奥寺さんに頼まれててな。ほうほう。もし2メートル近い大男が集落から出て行こうとしたら、そいつを止めてくれってな。多分9年前の悲劇を繰り返したくないんだろうよ。9年前？9年前の悲劇って何やそれ。山降ろしに襲われたんだよ、この集落がな。集落全体が山降ろしで、例の巨大グマにか。ああ、当時奥寺さんには同じ家に住んでいたパートナーの佐藤という漁師がいてな。そいつに助けてもらったのか。その佐藤が奥寺が山降ろしを追って、逆に山降ろしにこの集落を襲わせる原因を作っちまったのさ。なんやと。9年前のある日、佐藤は山降ろしの噂を聞きつけ、単身狩りに出て行っちまった。そう、あの日も吹雪いていた日だったな。愛想か、愛想か。それでどうなったんや。狩りは失敗、佐藤は行方不明、後を追いかけた奥寺さんも重傷を負った。そして悲劇は起こった。この集落が襲われたんやな。だから疎まれてんのか。奥寺は不幸中の幸いというべきか、死者こそ出なかったが、家屋という家屋は壊され、備蓄していた食料は全て山下ろしに食い尽くされることになった。この集落で生きるマタギにとっちゃ、冬は恐怖との戦いでな。1年かけて蓄えた食料を失うことは死を意味する。おお、ほんとあの年の冬は生きるか死ぬかの瀬戸際だったよ。そなるほどね。それ以来だ、奥寺さんがこの集落から孤立するようになったのは。毎年冬になると山下ろしのことを追いかけて、吹雪の強い日に狩りに出かける。なんで冬に行くの？他の漁師の都合なんてお構いなし。もしかしたら奥寺さんは山下ろしを追いながら9年前の復讐を果たそうとしているのかもしれないな。それやったら今日も。いや、今日は野暮用があると言っていたな。山下ろしの餌を探さなきゃならんとか言っていたが。え？餌？ババちゃんのことか。俺が山下ろしのことを奥寺藩に早い早い。いろいろと余計なことを話しちまったが、あんたが雪山に向かっても足手まといになるだけだ。ここは素直に家に戻ってもらえねえか。いや、放っておけ。いや、放ってはおけん。奥寺藩は俺の命の恩人や。それに俺も仲間を一人雪山に残してきたままなんや。なるほどな、聞いてた通りの男だな。
うん、奥寺さんからもう一つ言われてたんだ。多分あの男は止めても聞かない。ならせめて雪山に裸で飛び込まないよう指導してやってくれとな。なんやと？奥寺さんが？ああ、何の予備知識もなしに突っ込んでいくよりはマシだろうってことだ。ああ、資料知識ってことか。まずは何から準備したらいいんや。まずは服装だが、あんたは狩りに行くわけじゃない。防寒着としてはとりあえず今の格好でいいだろう。おい、なるほどね。となるとあとは二つ。万が一の時のための食料、それに地図だ。食料、地図。どうやって手に入れたらいい？地図は俺が用意する。問題は食料だ。どこの家も自分のとこで食うのに精一杯だからな。そらそうやろな。狩りか。俺が地図を書き上げるまでの間、自分の力で当座の食料を確保してきたらどうだ。事情を話せば分けてくれる人間もいるかもしれない。わかった、なんとかする。狩りを教えてくれるのに、まず食料がいるわけね。このおじいちゃんは、ここんとこの吹雪で山を降りる道が完全に塞がったんだ。今年は冬眠し損ねた熊のせいで獲物が減ってきてるっていうのに、町から食料を仕入れられないんじゃな。困ったなぁ。どうしましょう。全員話したよな。お？あ、この人に、あれか、え？この上か。この上にも家があるようやな。ほうほう。入る。西名の家。ばちゃん。もしかしてあなたが山おろしを見たっていう？そうよ。ああ、そやが、あんたは？私は西名の妻、西名君代です。西名？ああ。この集落の代表をしとるマタギのおやすさんの。この嫁さんも奥寺藩のことはよう思ってないやろな。まさか山に入るおつもりですか？いや、そういうわけはないんやが。もしかして食料をお探しじゃないんですか？そうなんです。なんでそう思うんや？怖いよ。9年前のあの日を思い出したんです。今のあなたと同じように奥寺さん食料を探し求めていたから。どういうことや？すでに聞いているかもしれませんが、9年前奥寺さんは友人の漁師さんを追いかけて山へと入っていきました。うん、でもあの日は数メートル先も見えないような吹雪の日、食料もなしに山に飛び込むのは自殺行為とも言えることでした。それで奥寺藩は食料を探してたんか？ええ、集落を一軒一軒回って頭を下げて、でも誰も流れ者の彼に食料を分けようとはしませんでした。主人はよそ者を助ける必要はないと言ったのですが、私はどうしても不備に思えて。ああ、奥さんが渡したのか。あんたが食料を用立てたと。ええ、きっとそうしないと後悔すると思って。なるほど。これは食料か。鹿肉、あざす。鹿の肉です。今はこれしかありませんが、持って行ってください。ありがとうございます。だけど旦那派に見つかったらあんたも。大丈夫です、主人には見つからないようにします。おにぎる。ありがとう。その代わりと言ってはなんですが、お願いがあります。何でしょう？なんや。奥寺さんがどうしてあの熊にこだわり続けるのか、その理由を解き明かしてもらえませんか？ああ、それ私も知りたいです。なんでそのようなことを知りたいんや？9年前のあの事件以来、この集落はおかしくなってしまいました。それまで助け合いながら生きてきた集落のみんなが、他人を疑いながら生きるようになってしまって。きっとみんな、あの日の恐怖を忘れられないんです。
だからそのストレスを奥寺さん一人にぶつけるようになってしまったんだと思います。なるほどね。そういうことやったんか。めったに他人に心を開かない奥寺さんがあなたには心を開いている。開いてくれてんのかな。きっとあなたなら奥寺さんの心の闇を晴らせることができるはずです。どうかこの集落に住み着いた9年前の悪夢から私たちを解放してください。お願いします。わかった。俺に何ができるかはわからんが、この恩に応えられるようできる限りのことはする。お気をつけて。また過去のしがらみを解放させに行くぜ。では戻ろう。この人でいいのかな。おお、食料は用意できたのか。できました。ああ、分けてもらえた。そうか、よかった。正直俺も分けてやるぐらいの蓄えがあったんだが。あったんかい。いえや、それあんたの熱意と誠意が知りたくてな。なるほど。試されてたってわけか。いや、悪く思うな。真の気持ちってのは人に伝わるもんだ。まあこれであんたをちゃんと送り出すことができる。それで地図はできたんか。ああ、これだ。大まかな地形はこれに書いてある。とりあえず山の入り口付近を見てくれ。今回はそのあたりだけで十分だろう。奥寺藩はそのあたりにおるってことか。ああ、奥寺さんならまだそんなに遠くへは行ってないはずだ。まあ多分の話だけどな。知らんけどってこと。とにかく今回は山の入り口付近で十分だろう。もしまた雪山に入ることがあったら、その先の地図が役に立つかもな。その時は見つけた情報を書き込めばいい。そうすればあんただけの雪山地図ができていくってわけだ。なるほど、自分だけの地図か。差し当たってはこの地図のここ。ほう、全然わからん。ここが集落付近の登山口だ。集落から雪山に入った時の出発地点になる。雪山から集落に下山するときはここが到着地点になるわけだな。そしてこの青い線が、川が。ここらじゃ的川って呼ばれてる。この的川沿いに登っていけば、まず道に迷ったりすることもないだろう。この川沿いからは離れないことだ。わかった。大きにな、桜井藩。俺にできるのはここまでだ。もう山に行くのかい？それとももう少し準備してから行くか？山行きましょう。ああ、山に行く。気をつけてな、冴島さん。くれぐれも川沿いからは離れないことだ。いいな。念を押しますね。